今回は進行節ハービセル重心化してきたんでこれ使っていきます。で性能こんな感じで、特徴は重力とワープと地雷とあと水属性の反射なんで天魔の1の適正キャラとして実装されてるのと、あとは新友情コンボのエナジーポッドですね、威力がパワー型なのに40万ってめちゃめちゃ高いんですよ。であとはどんな感じの友情なのかっていうのを今やっていこうと思うんですけど、まあ一番気になるのは天魔1のところなんで、ここの天魔じゃない近畿の11で使うのはある程度カットしながら使っていこうかなと思います。で厳選も本当は多分遊撃の方がいいんですけど、やっぱ天魔で将来的には多分マソさんのハービセル運極が最高になるんじゃないのかな。だからエナジーポッドっていうのはこんな感じで停止してからその位置にこんな感じでドッカン、範囲はねそんなに広くないですねまあなんで、うまいこと停止させなかったら、正直そんなにきついんじゃないのかなみたいな気がする。だから、うまいこと止まってくれるといいんですけど、停止できなかったら、まあ正直、役立たずハービセルですみたいな感じになっちゃう。まあそんな感じで、ラスギやってきました。で、この人は SS でパワーと友情コンボを一定期間アップなんで、ツタンカーメンと同じで、ムキムキのバフと、この友情コンボのバフが両方合わさってくれるんで、友情自体の威力はめちゃめちゃに上がるんですよね。SS2 段階目だと友情 1.8 倍ぐらい上がるはずかな。各々の確か 1.35 倍だったか上がるはず。で、ここにバフを入れまして、1.5 倍。さらに友情合わせます。だから狙った位置に停止するのが現状難しいんで、ランダのキャラとかが将来やってきたら、結構強くなるんじゃないのかな。真珠みたいな感じ。グリッターボールとランダ組み合わせて、なんかいい感じにやりますみたいな。多分それと組み合わせるか、あとは、あれも組み合わせると強いかもしんない。打撃して吹っ飛ばすみたいな。吹っ飛ばしの硬直で、このエナジーポッドってちょっとね、ラグあるんですけど、多分これいけるかな。あ、惜しい！で、防御ダウン入れるとめちゃめちゃに削れるから、まあなくても、防御ダウン前でも超削れるみたいな感じね。うまいことだからそれが噛み合ったら強い気がする。で、ユークリも持ってるから、うまいことユークリ合わさったら、いや、これ停止してほしいな。お、これいったんじゃない？で、ドンと。地味にラグがあるから、ちょっと硬直入る SS とかで全弾入れられると余裕でゲージ飛ばしとかできそうな気がするんで、まあ、これがバランスとか砲撃型とかにつくとやばそうな気がするんじゃないのかな。そしたら次は、これ、天魔1つね。まあ、ここでどれだけ使えるのかっていうのを試していくんですけど、もうね、艦隊の攻略動画っていうのめちゃめちゃあったんで、今回は裏でね、別の編成でやっていこうってことで試してたんですけど、ネオとの編成がね、意外と良さそうな気がする。なんで今回はそれやっていこうと思います。SS ターンチャージ持ってて、ネオの SS 毎ターン打たせられたりとか、友情コンボの威力上げられたりとか、あとマーキングボムで友情誘発できたりとかで、結構ね、できることあったんですよね。だから、ネオと組み合わせて今回やっていこうと思います。これ殴っていって、で、あと、ネオの SS もう一回短縮できれば、なんとかなるんじゃないかな。あとね、まあ、とりあえず捨て荷までは、ある程度使えるっていうことは調べてきてあるんですけど、そこから先はちょっと道っすね。さあ、ネオのリフレクションリング出してって、いや、ちょっと倒しきれないか。まあ、これで多分倒せるっしょ。まあ、とりあえず適当で。よし。で、これなんですけど、エナジーポッドがね、意外と役に立ってくれて、まあ、ボスに相手にはちょっとわかんないけど、ザコ相手はね、すげえ削ってくれるんすよ。もうなんか意外と信頼できるくらい。いや、マソノは私、友情感覚しか知らないから、あ、これはもう余裕ですね。もう余裕で倒せる。そして、頼む !HP に飛んだら積み、あー、積んだ。いや、積んでないか。横間で上がっていって、で、ネオの引っ張りハンティングやりながら、削っていってと。やっぱネオの友情が意外と使えるから、これでね、SS のバフ与えられると、1.8 倍強化されるから、多分結構削れるようになるはず。いや、このために生まれてきたんですね。ハービセルは。もうこれで皆さんも、一応無課金キャラで攻略できるみたいなこと言えるから。いや、作ってくれましたね、上さんが。理不尽とは言えないまでも、平等な世界。で、ネオの SS は使えるようになって、2段階目じゃない、1段階目で、とりあえず殴りに行く。一応ネオの自強化も2倍持ってるからね、あながちバカにできない火力出してる。あとは通常の殴り。いやー、これどうかな。まあ、とりあえず殴りに行きましいの。どうだろう。おー、満タンでこれぐらいか。紋章ついてないから、紋章ついてたら、割と、実用的みたいな感じに、もしかしたらなるかもしれないですね。いや、これはどうあがいても、ネオに対して届けられないかな。
ネオの短縮は、いやー、やっぱきついか。でも取り倒したから多分次いけるっしょ。ネオ短縮入れて、やっぱやってて思うけど、ネオニのハービセルにはきついな、これ。やっぱ毒巻きとかがあるから、常常時短縮できないから、1体じゃないと多分これ常時回せないな。あとは、ここの間挟まるコラボして、よし。まだ SS 使えないな。とりあえず、どっち？そっち。はい。で、短縮じゃない。はい。よし、これで、バフを当てることができるから、これで殴り 1.35 倍、友情は 1.8 倍ぐらいになるから。いや、そういうところでちょっとどれぐらい、強さが良くなりますかっていうところですね。うん。2体いたら、永続回転できるかな？さあ、これで、よし、2P も触れた！リフレクションリング分回しの、あとはこれ、じゃあ、二段階目の SS 使いたいから、あーでも無理だな。いや、これはさすがに無理。とりあえず殴りに行くよりも友情殴りに、友情出しに行った方が結構削れてるかな。よし、OK。OK だけど、開幕ネオってどうだ？いや、ダメだな。価値いるから。うわー、ダメだな、これ。いや、さすがにちょっとこれはきつい。そうだな。ちょうど。いやー、無理っすね、やっぱ。で、次が HP だから、いや、うまいことだからこれで、毒さん、よし、オッケー。じゃあ、とりあえず勝ち倒す。で、あとは適当暴れで。意外とだから、1.8 倍ネオリフレクションリングだから、殴り結構強いと思うんだけど。ちょっと微妙だな、これ。いや、でもこれ多分、横パンで下がり上がりしたら、いけるっしょ。あと気をつけたいのは地雷だな。地雷が、だから、ひっつき地雷だから。はいはいはい。よし、倒しといて、リフレクションリングは、うまくいってない。でもこれ、殴りできるから、誰に飛んでる？毒そこ。よし、じゃあ横間で 1.35 倍殴り。どうかな？まあさすがに。私の頭の中のマソの火力と比べるとやっぱちょっと全然ダメですね。 SS 使ったら抜けられるかな。でマーキングミサイルでの誘発とかもあるから、はい、これで暴れ回ってと。お、いや、これで倒しきれると、いや、ダメか。これ弱点目の前とかに止まったエナジーポット、どれぐらい火力出るんだろう。どうしよう、誰で抜けるのがこれ一番いいんだ。いや、でもこのネオの位置だったら、つくよみに任せられるから、3P 抜けでいいんじゃねえのこれ。変なことしないで。ちょっとターン調整しようかな。これは大丈夫か。やべえ、これ大丈夫かな。バフを与えたい。いや、バフ与えるか、これ。いやー、ちょっとこれバフをできればみんな切れてるから、上げていきたいけど、いけるか、これ。バフ与えつつ倒すみたいな、そんな都合のいいことできるかな。おできたできたー。いや、割と理想でしょ、これ。そしたら、でもネオで殴りに行っても多分大してうまいこといかないよね、これ。HP がそこだから、そうね、これ変なことしても、ネオで挟ま、いや、ネオで挟まりいけるか、これ。ネオで挟まりに行って、削れるか？いや、やめとこ。なんか削れる気があんまりしない。ここ多分、マゾもうまいこと挟まらないと削れないからな。だからこれで、うまいこと、だからここで、どれぐらい削れるからな。いけ！いやー、削れねえ。ここでマジどれぐらい削れるのかがマジで鍵みたいなところあるからな。ヒットストップの硬直起きないとマソでもマジで削れないから。よし、オッケー！危ねえ！できたー！ヒットストップ硬直！
しかもこれ結構削ったんじゃないの？どれぐらい？よし、オッケー。ある程度は削ってくれてる。マジ、あれで削れなかったら、あの、左右の取りなくなった状態だと、紋章魔素でも結構削れるのしんどいとかあるから、よし、これで、ちょっと削ってくれて、あ、でもこれあれだな。価値が価値が倒せない。これ価値倒せんぞ。いや、価値倒せんぞ、これ。あ、価値倒せんだ、これ。いや、もうこれ諦めるしかないな。SS 使って、とりあえず、イザナミ倒しに行く。チョッパーで直す。はいはいはい。とりあえず、こいつ倒す。で、もうこれは諦めるっきゃない。頼むから 1P と 2P には飛んでほしくない。うわぁ、めちゃめちゃ飛ぶやん、めちゃめちゃ飛ぶやん、めちゃめちゃ飛ぶやん。あ、でも、1段階目はとりあえず撃てるな。まあ、縦勘で、いや、そうね、縦勘でとりあえず倒しに行く。次、毒巻き来るから。はい。よし、直して。よし、カンカンで削っていくと。よし、とりあえずこれでなんとかなりました。で、あとはこれ普通にカンカンかな。エナジーポッドで。いや、ダメだな。バフがあるけど、1.2 倍バフだから、そんなにだからね。はい。直してる余裕もないからな。いけ！いや、もうこれは普通にもう殴りに行った方が早いな。ネオの友情。いや、ネオ、あ、でもネオの友情の強化残ってんのか。あ、これじゃあ、やろ。ネオの友情で攻め攻め。はい。ネオの友情攻め攻めやってって、靴引っ張りもあるから、はいはいはい。皆さん、殴りに行きま、おお意外とエナジーポッド削るな。じゃあ、ネオは下に置いといて、リフレクションリングがうまいこと当たってくれると。一発でこれぐらいか。あ、じゃあ、今強化入ってないのか。ああ、せっかく、せっかくいい配置取れたのに。まあ、とりあえずこれも、自分で殴りに行った方が多分強そうだから。はい。とりあえず、殴りに行って。いや、でもやっぱ意外と地味だな、これ削り。な、よし。まあ、とりあえずこれ最後かな。縦勘できっと終わるでしょう。そうね、ヒットポイントもちゃんとあるから、リジェネも多分地味に働いてるんだろうな、気にしてないけど。よし、オッケー。なんで、ネアと組み合わせるのがいいのかな、マソでもいいのかな。まあ、ネオマソどっちでもいいみたいな感じになるから。そんな感じで。いや、なんとか、あっぱれみたいな。